お前が、俺んとこで止まってんねん、俺。じゃあ、もう、じゃあ、もうしんどいねんで、体勢、お前、これ。左で使えや。左でなんか安定せえ。こいつ意味わからん理論で任せ立てるやろ。大体こっちしか映ってへんねん、お前、それ。こんな感じでいいですか、もう。置いとくっつったら、さっき。 しかも、こんなあれの仕方が後ろ通っていく感じで。
りました。じゃあ。シシカバ？シシカバ。え、シシカバ？そんなかっこいい名前。シシカバ。今めっちゃおもろいわ。わかるよ。じゃあれ成功させてやさ。鉄人。めっちゃおもろいわ。あ、待って待って出来上がったらほんまに鬱陶しいやつや。出来上がってない。次の曲これ。わあ。顔怖いわ。これで渡すとかいい。ね、渡すっていうか、それでいい。その顔でいい。その顔でこれをあの。やばいな。絶対おるっていう。だってね、ケムラ向けとったらね、ちょいちょいやっちゃうから、ちっちゃいやつやから。団子立ち上がって。あ、これだけ海外に来る。5カットね。オッケー。中東あたりに。適当やな。俺もベトナムとしていたら。ガチガチでよ。どっち向きは？どっちかの。から歩いてきて、弾道が入ってきてカメラを。眠いっす。弾道の後半、弾道の後ろ。不審者や、ちょっと。めっちゃやば。で、俺がストローたちいる。あれ、どうそのままバッて乗るで、わからない。で、こっちから撮るの。Thank you.
それぐらいしかない。えめっちゃ、もっと言って、もっと業界人テンションすげえ、すげえ業界のテンション。何やねん、邪魔してるから。あ、じゃあ自分のシーン、旅人のシャリが本当に良かった。心がけとか本当におるだけっていうね、すごい難しい。ありがとうございました。編集頑張ります。酒くせえ、ここ。一番いいシーンは今のところ、一番最初に撮った石川が煙吐くします。うるさいぞ。そこがやばいっす。あと、ちーちゃんにハローって言ってもらったのやばかったです。あと、まあ、ダフ屋がすごい頑張ったんで。ダフ屋の人めっちゃ頑張ったんで。ダフ屋クイとビール買ってきたよ。誕生日です。終わります。さよなら。こんな大人数になったの。お疲れ様。何も言われてんの。言われただけ。10時半に今日もしてもらってます。いろいろ聞いてんで、衣装どうですか、どういうシーンの、どういうことなんですか。変身ゼロ。衣装さんあるある。酒井も12時からおったけど。酒井くん誕生日おめでとう。ツッコミのやつ、ボランティアになりたくない。いや、だからもうちょっと増えるかなと思ったけど、全然増えへん。何しようか。怒ってる。怒ってる。増えへん。何しようか。まあ、何はともあれ、お疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、編集されたの楽しみに待ってください。で、乾杯。お誕生日おめでとうございます。間に合ってよかったです。ナイス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 。ナイス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 。ナイス。フリンジチャリングで書いてあった。あ、フレンダー。昔のちょっと外れた。うん。川崎駅降りる。駅降りてみて。商店街じゃない側に。こいつら何の話してんの。殺伐と仕分けて、殺伐としてる方やね、右の方やね。そう、なんかボロい商店街みたいな。一回こっち商店街で、こっち明らかモルフィンやから。日本中もともとベースの方で星1やん。ちょっとか、りょうさん、たぶんりょうさんの時やわ。ずっとりょうさん。電話と電話何っすしおれ何っすしめるでって言った。じゃあ